今回は GLS-1 阻害剤についてお伝えします。細胞は様々なストレスを受けるともう二度と細胞増殖をしない老化細胞に変身することが知られています。これまでにこの老化細胞は加齢に伴い我々の生体内に留まっていくことが分かっていました。この老化細胞を除去することで寿命を縮める病気の発病を遅らせたり健康寿命を延ばせることが分かりました。この老化細胞を調べるとどうやら GLS-1 というアミノ酸の一種が老化細胞の生存に必要なことが分かりました。さらにこの GLS-1 を阻害する GLS-1 阻害剤は様々な臓器や組織において我々の生命維持に必要な正常細胞には影響を与えず老化細胞だけを除去することが分かりました。 GLS-1 が阻害されて困るのは老化細胞のみです。加齢性変化の特徴として知られている腎臓の糸球体硬化、肺の繊維化、さらには肝臓の炎症細胞浸潤といった様々な症状が改善することが可能であることが確かめられたのです。